皆さんこんにちは。2022年の2月の8日金曜日でございます。2月の7日にね、生配信があるということで、 YouTube なんですよね。何かしら前回の動画でも話したんですけど、2月中にね、こう大きな動きあるんじゃないかなと予想していたので、早々にですね、生配信が来たと。YouTube でやるってことは、さすがに何か新情報を持ってくるんじゃないかなと思っておりまして、特に、僕の生配信でもいろいろな人がね、チャットをいただいていたんですけれども、2月の11日にドラクエ4の発売日ということで、ドラクエ4関連、天空の剣が4ですか。なんかね、ドラクエ4で調べてみると、最強装備が天空の剣かハヤブサの剣ってなってるんです。パターン A とパターン B とかいろいろとあるみたいで。天空剣は4から、っていうことですね。あと、奇跡の剣っていうパターンもあるみたいですが、なので、天空の剣の超覚醒はね、来るっていう、匂わせている発言って生配信であったりしたから、もしや、みたいなね。プラスアルファなんか新装備は欲しいところですけれども、天空剣が超覚醒するっていうことでも盛り上がりはあると思います。ただしですよ。ただ、やり込み要素。特に本当にね、ロト剣の時みたいに、ずっとやんなきゃ終わんないみたいな、ああいうのはやめてほしいですね。ああいう要素が入るんであれば、僕は天空剣はまた作らないと。ロト剣も、そうですね、竜神も両方とも僕作ってないんですよ。そもそもやっぱり、結晶ですね。はい。光か。僕ね、308個。全然これ1000個はもう無理ですね。で、竜神の方が258という感じなんで、全然足りてないですもんね。はい。で、なぜか動画がですね、やっぱり音がずれていっちゃうんですね。で、今回も音ずれ発生していたら、ちょっとナレーションで入れます。これはなんかよくわかんないですよね。一応ね、Google プレイの録画機能に書いているんですけど、それでもやっぱずれるんですよね。はい。ということで、楽しみにしましょう。2月の7日ですかね。で、この辺、昇竜塔とかね、ハンマーは様子見で、まだ7日だから、7日の新情報を見てから、この辺は、決めるってことでいいと思います。で、やっとですね、コバチッチ終わったので、まずチケット消費をしていこうかなと思います。メタルとかもあるんだね。メタルから引いていこうかな。こいや。もう皆さんね、多分集会とかかなりされているんでしょうけど、で、バトマスのね、CT50、そう、あれ僕ね、聖騎士の 50% と間違えちゃってましたね。あれこれもうすでに出てなかったっけみたいな、感じで思ってしまったんで、両方とも、僕でした。そうなんですよね。怒り、ただ、怒りも使うのかどうかみたいな、そうですね。僕はもう本当に周回向きの前回レビューだったんで、やっぱりね、その、魔王級行く人と多分異なってくると思うんですね、感想は。では、星5行きましょう。これあれかな、モガステとかでやったやつかな。あれも全然終わってないですからね。変に止まったオリハルコの爪。はい、ということで、コバチッチの方、一回中見てみようかな。でっかいドリームチケット福引き。内容を見ると悪くはないんですよね。詳しく見るで見た方がいいかな。ダークマターね、前回また引いたんで、これはもういらないよと。こういうのばっか出るから、本当にね。ロイヤルハット持ってないんで、ロイハ、今更ですけどね。一番欲しいのは、ルビスの扇。はい。これが出てくれればもう万々歳。ですかね。あと、特に欲しいのはない。もうナイトメアだもんね、この辺ね。はい。基本的には、杖も出てもいいかもね。そんな感じかな。では、引いていきましょう。魔界師はね、もう大体最初の出た瞬間に僕ね、確か、優勝で引いたと思うんですよね。ルビコン。使わないかな。コンもなんとかしてほしいですよね。はい。やっぱ防御しながらっていうのはね、なかなか流行らなかったよね。じゃあもう一度引くと。ルビスのおうぎ。お願いします。おうぎ。来い！おうぎ。おうぎ。こっちじゃないよ。
はい。ということで、まあ、どうなのかなって言ったところでしょうか。はい。残念ではありますけれどもね。では、まあ、今、教えイベントが来ているということで、で、あと、そうだ、スーパースターのね、教えもいいよっていうね、話もあって、ただ、そう、絶対欲しいっていうのが僕の中ではなかったっていうような話なんですよね。一通り一応、そうですね、そのバトーマスと、まあ、スーパースターとか、あの辺は取っておこうかなと思いますが、まあ、それ以外はね、またなんか絶対、あ、これは取っとこうみたいな、教えが来た時でね、いろんな組み合わせ、過去のパターンって、こう、また出てくるので、はい。まあ、その時に狙っていくっていう形でもいいかなと思っております。ではですね、今日はチケット消費をしましたが、ルビスのコント、ナイトメアファンということでした。そして、2月の7日ね、生配信ということで、まあ、2月11日、ドラクエ4の日が近いというところで、天空拳超覚醒はあるのか、それともなんかね、その他、もろもろ新装備の発表とかね。まあ、なかなか正月もね、運営さんいろいろと認識している部分はあると思います。パンチの弱さ。なかなかそのゾーマに対してのいろんなこととかね。立て直しをここで一回しないといけないと思いますので、ぜひぜひ、盛り上げるような内容をね、まあ、期待をしちゃいけないんでしょうけど、まあ、楽しみに待ちたいと思います。そうですね、その7日の日、もし時間合えば、もちろん感想動画話しますので、よければご一緒しましょう。そして日曜日、まあ、できるかわかんないんですけどもね、教えとか、まあ日曜じゃなくても暇な時に、まあ一日無料あるから消費はしちゃいたいんですけれどもね、まあ、何かしら生配信やる時があれば、ぜひ遊びに来てください。ではまたお会いしましょう。さよなら。